え、でもこんにちは。これね、最近ちょっと話題になってる話があるんですよね。いわゆる松坂桃李くんがオールナイトニッポンで菅田将暉くんのオールナイトニッポンのピンチヒーターって言った時に話したやつがちょっと話題になってるんですよね。で、松坂桃李さんってね、戸田さんと結婚しましたけど、未だに論は組めないっていうことをラジオで言ったと。で、それに対して菅田将暉くんが次の週に出てきて、同じことで、俺もそうですよ、でっかい論組んだことがないから分からないけど、先輩でも昔のあの人でも組めなかったっていうのもいっぱい聞くし、浮き沈みのある安定という仕事でもないから論は信用なので、それはそうですよねっていうっていうね。なんかね、さんまさんでも論組めなかったっていう話をね、聞きますよね、あんなに売れてるのにね。松坂も須田も売れっ子中の売れっ子、松坂売れっ子戸田恵梨香のと結婚したばかりで共働きだか、それでも金融機関の差では通らないというのか、基本的にそうだと思いますと芸能レポーターの城下さんはこういう、松坂さん安田さんのように今どれだけ売れてても同じ年収が20年30年後あるという保証はありませんから、俳優の仕事はサラリーマンのような正社員ではなく非正規労働者とみなされ安定しているとは言えないし、収入が不定期かつ波が日本アカデミー賞を受賞しても組めないという松坂さんの言葉は本当だと思いますよ。まあ、これ一個もう一つあるのは戸田さんと結婚してるからじゃないですかね。相手が一般女性の OL だったら、多分家のローンとか住宅ローンとか組めるんじゃないかなと思うんですけど、両方女優だから不安定ですよね、両方ともね。まあ、そういうのもあるのかなと。いや、そういう芸能人は、どうやって家買ってるのかっていうと、昔はキャッシュという話もありましたけど、今はそういう景気が良い時代ではないので、こういう方法が取られています。例えば、5億のマンションを購入する場合、20年ローンは組めないけど、5年ならなんとか。5億のマンションを5年で返すっていうことは、1年1億返すってことですか？ローン組む必要あるんですかね？ローンっていうか、分割払いですよね、普通のね。5年ならなんとかなる。その条件として、まず頭金を1億円納め、残りを毎年8000万ずつ返済するというような分割。意味ないですよね。これもローンといえばそうでしょうが、ハードルは正規労働者より格段に高くなってしまうんです。まあ、そりゃそうですよね。2003年には桜が大ヒットした歌手の川口京子さんも、日本レコード大賞金賞を受賞しましたが、マンションを購入する際、銀行ローンの審査に落ちています。自分の人間性を否定されたような気持ちになったとテレビで語っていましたと。また千鳥のノブさんは銀行に断られ続け15行目、あ、だからいっぱい銀行回ったってことですね。それで15行で15個目の銀行ですよね。で、なんとか住宅ローンを組めたそうです。当時ピカルの定理のレギュラーが決定したのが決め手となっています。まあ、それも一つのね、ポイントみたいですね。じゃあ銀行がお金を貸す有名人と貸さない有名人の境界線は一体どこか。ファイナンシャルプランナーの人に聞くと、コロナ禍によって芸能界全体的に業績不振、今の状況では銀行も回収が難しいと判断する傾向にあると思います。まあ、でしょうね、うん、こんな時にね、回収できないですよね。銀行も叩かれちゃいますよ。松坂さんの場合、節税対策として経費を多く計上して収入を減らしている可能性があるので論が組めなかったのかもしれません。それもあるかもしれないですね。奥さんが、まあ、奥さんも女優っていうのもあるんだけど、ただやっぱりこういう人たちって、ね、まあ、一応会社持ってるじゃないですか。で、個人の収入は抑えて、まあ、いわゆる節税対策の会社にはがっつりお金が残ってるっていう場合があるんで、個人でローン組むというよりは、その会社で、まあそうね、会社での貸し付けになるのかなと思ったり。松坂さんはよくある物件の金額であれば銀行も OK だったと思います。億を超える融資を希望したのではないですか。それもあるんじゃないですかね。やっぱり芸能人だからいいところを買おうとしたんじゃないですかね。松坂とは対照的に都内で豪邸を建設する際に億単位のローンを組んだことで報じられている岡田准一のような有名人も、だからこの人、岡田准一くんは融資を受け入れたってことですね、オークションで。で、ベストは自己資金と収入が共にきちんとあること。収入が3000万ほどあっても経費が2500万というのはなかなか難しいと。銀行はローンを組む人の安定性を何より重要視しますと。帯番組のない芸能人は難しい。だからそこもあるんですよね。芸人とか、まああとはそうですね、司会者とかね。
そういうのは安定性があるってことですね。月から金曜日まで帯番組、だから坂上忍さんとか羽鳥さんとか、そういう人は組みやすいってことですよね。今は売れっ子でも芸能界は基本的に水物、長寿番組のレギュラーや全国区の超有名人でもない限り、ローン審査では評価されません。ちなみに動画をアップし続けないと稼ぐことができない YouTuber も厳しいです。トップのヒカキンさんでさえ、賃貸契約する際、2年分の家賃を前金で入れていると聞いていますと。YouTuber もっと、もっと無理でしょうね。YouTuber で銀行買い入れっていうのはね。まあ、ありえないと思いますよ。スリムクラブの内間さんは M1 で優勝した3年後の13年に頭金なしで6000万円の35年ローンを組んで中古の戸建てを購入。これも無謀ですけどね。投資は順調に返済していましたが、一昨年の闇営業問題で活動自粛を余儀なくされ、月の収入が返済額を下回ることも多々あったと思います。35年のはね、ちょっときついですね。マックスですよね、これね。新婚、幸せその新婚組2人、有吉さんと石原さとみさんの比較ですって。有吉さんは番組、帯番組が多くてどこでも大丈夫だと思うと。まあそうですね、有吉さんはね、冠番組めちゃくちゃ多いですからね。あと、石原さとみさんは仕事の継続性という面では、まあ女優だから厳しいけど、ご主人がサラリーマンとかローン組でしょうね。ね、旦那さんはね、かなり高給取りのね、サラリーマンって言ってますよね。星野源さんは作詞作曲をする歌手たち、あ、印税もね、定期収入ですからね。あれ、そうですね、2、3ヶ月に1回ぐらい入ってくるんですかね。まあだからそれが定期収入だって言い方できますからね。厳しいのは昨年結婚した、あ、三浦雄太郎。まあ、そもそも売れてないですからね。親の桃江さん、三浦智和さんの連帯保証人。あ、うん、保証人つけるってことね。で、篠原涼子さんは市村正親さんと離婚したので、帯番組もないので単独ローンを組むのは難しい。だとするとね、まあ、佐藤健君は果たしてローンは組めるのかってなった時に、その金額によるんでしょうね。タケル君は定期的にっていうか、やっぱ定期的にあるけど、やっぱドラマとね、映画がメインじゃないですか。そうすると安定収入ではないですよね。じゃあ安定収入って一体何なのかってなってくると、多分今別な、ね、ビジネスやってるじゃないですか。例えば A とかね、アパレルの A とか、まあ、あと YouTube もね、まあそっか、ヒカキンが難しいから難しいのかな、 YouTube の定期収入ってなると。あと、まあシュガーとかになるんですかね。だから、まあ、そこら辺を定期収入、安定性として見てくれるかどうかってなるんですけど、まあ、竹内君も今ね、賃貸でしょうからね、目黒の賃貸マンションですよね。買う必要も今のところないでしょうから、ね、でも相当高いところに住んでると思うんですよね。でも結婚したらもしかしたらね、ローン組んで家を買わなきゃいけないかもしれないですから、その時に誰と結婚するかにもよりますよね。やっぱりね、さっきの松坂桃李さんとかじゃないけど、女優さんと結婚すると、まあ若干ね、ローンは通りづらいという感じになるのかなと思うし、一般のね、 OL さんで仕事で働いてる人、ちゃんと働いて定期収入あるんであれば、それがビビたる金額でも安定性っていう意味では銀行ローンが通りやすくなるのかなとか思ったりもね。多分僕が思うにね、岡田純一くんが家を買えたっていうのは、これね、僕の単なる今の予測ですけど、ジャニーズって給料制なんですよね。スマップと嵐だけが歩合なんですよね。で、それ以外は、まあ、給料制なんです。だからそんなに高くないんですよね。多分、マックス100万円ぐらいの給料をもらってる。V6 も多分、あんなに働いてるけど、かなり上の方のクラスだと思うんで、100万円ちょっとぐらいの給料を毎月もらってる。一応ね、給料制ですから安定性じゃないですか。浮き沈みがないので、僕はローンが通ったんじゃないかなって思ったりするんですよね。それに比べると、佐藤健君の場合は独立したてじゃないですか。それがね、アミューズにまだ所属してるんであれば、アミューズっていうバックボーンがあって、そこでなんかね、いろいろこう保証とかね、できたりもあるんでしょうけど、それこそね、新しくね、会社作ったばっかなので、それもね、まだ信頼がね、信用がね、銀行にはそこまでできてないと思うんですよね。僕もね、会社で家買えばって、住宅買わないんですかっていうのを銀行の担当者に言われたことがあったんですけど、
今はね、今はあれですよ、今はちゃんと買ってますけど、あの以前ね、買わないんですかって銀行の担当者に言われたことがあったんですけど、それも会社を起業して5年以上ね、継続してそことの銀行と取引してから初めて言われたんですよね。だからまあそれぐらいの信用をある程度持たないと、なかなかね、不安定な仕事の人はね、あの大きいものの買う、大きいものを買う時のローンっていうのを組みづらいのかなって思ったりはいたします。まあそんな感じです。ではでは。